イギリススコットランド東海岸のセントアンドルーズ市にある最古の大学セントアンドルーズ大学のキャンパスキャンパスとはもともとは敷地フィールドのことそこから転じて一般に大学や専門学校の校内のことを言う大学の建物図書館教室棟などがある敷地空間のみを示すだけでなくそこに集まる学生や教員職員などが活動し 関わり合う空間や雰囲気全体を指すこともある。かつて、ジョン・ F ・ケネディが、アメリカン大学での講演で、大学のキャンパスの美しさとはという話題で語り、古い礼拝堂をやつたのからまる、大学図書館が美しいのではなく、無知を恥じ、お互いに切磋琢磨する、学生仲間と教師が、大学のキャンパスの美しさを作り上げているのだという、趣旨のことを語って、語り草となった。 欧米では数世紀の伝統を有するキャンパスがしばしば見られる。オックスフォード大学、ケンブリッジ大学などは大学を実質上構成する個々のカレッジが土地、建物を含めた資産を持ち、それがまたキャンパスの景観の一部にもなっている。日本では大学制度自体が明治時代以降に確立されたものであるため、長い伝統を持つキャンパスはそれほど多くない。 都市圏の大学では組織再編や新たな敷地を求めて、キャンパスの大規模な移転が常態化しており、図書館、芝生のキャンパスは、大規模ランドファーストフード店のキャンパス進出、大学グッズを売る、大学生協と公開講座に通う社会人、受講生にとって変わられつつある。ありがとうございます。